ヨヘ君。はい。ヨヘ君。はい。ヨヘ君。はい。空のヘリウムガスです。ああ、あの、リアル荒野行動やった時に武器として使ったやつですね。はい。で、空なんですね。空です。ああ。お前さ、何やってんだよ。何やらせてんだよ、お前。早くスカイラブハリケーンして。500% 来た。大地くん。はい。空のヘリウムガスです。ああ。いや、入ってんじゃないまだ。空のヘリウムガスです。ほら、音聞いて。はい。あ、入ってますね、これ。やればいい？はい。スティ？お願いします。ヨヘ君、これ買ってる？買ってる？え、これ買ってる？これ買ってるで、これ、これ買ってるで、あ、戻った。何やってんのか。いや、タナッチがジョーカー練習しちゃってマジ強いんですよ。やばい、やばい。え、強くなってる。なかなかいい勝負してます、ね、マジで強くなってる。ということで近い、500% からのスタート。あ、なるほどね。今日皆さん来るときにドライヤーを一つずつ持ってきてって言ったんですけど、うん、今回やりたいのはこのドライヤーの風にてサッカーをしたいんですよ。あ、風でやる。そうなんですよ。この卓球の球を待って、やべ、きったれ。おっと、よめちゃん、ちっちゃいぞ。戦えるぞ、これ。年金入ってますね。待って、俺チートなんだよ。強い人多い。二人強い人いる。これめっちゃいいやつです。小太一メッシダッシュ小太一高そうそう。じゃあこれ、ケンスティアーノ・ロナウドや。ケンスティアーノ・ロナウド。これは丹田圭介。じゃんけんは強い。じゃんけんは強い。これヤフヘイ。そのまんまですね。ちょっとあのメンテナンス中ですね。すごいホコリ入っとるやん。これ多分大学の時から一人暮らし始めてずっと使ってるんで、もう7年ぐらい使ってますね。やば。なるほど。小学校卒業できますよ。え、そんなひどかった。今回ルールとしては、とりあえずボールにドライヤーを当てるのはダメ。風でのみ触れます。はい。で、ドライヤーで触った場合ハンド出ます。カードもありだよね。うん、カードも出る。カードもちゃんと用意してあるんで、ほらほら、これレッドカード。カードの黄色、イエローカード。ああ、ほんとさ、2枚でイエロー、レッドだ。あの、私に口答えした出したとすぐ出すんで。はい、こうね。時間は40分ですか。いや、5分です。なるほど。前半後半。前半後半5分ずつで。ああ、5分ハーフなのね。え、怪我したらどうすればいいですか。怪我しないでください。はい。怪我したやつまたイエローカード。あ、ボールボーイとかっていうのはあれ。怪我したらもう上がる。怪我したらイエローカード出ます。ひどすぎる。チーム決めはどうすればいいですか。チーム決めは、ちょっと待って、ルールの話がまず。ケンスケ、ごめんね。ケンスケ、はい、ケンスケ、ケンスケ、イエローです。早い。ケンスケイエロー。話を聞かないですね。審判兼実況は私、トマト君が務めさせていただきます。さらに今回、ケンスケ、話聞かないでいいわ、あれよ。危なかった、ここまで出てるよ。キースだ。チーム、分かりますか。チームギーメのグッドパー。ねえ、負けやん。なんで負けやん。サッカー経験歴長いよ。だってどんなにサッカー経験あってもメッシとクリロナには勝てないですよ。答え値が高いのが2人揃いましたね。それでは選手の入場です。まずは田澤選手、陽平選手の登場です。続きまして第一選手、上村選手の登場です。ドゥドゥルルルドゥドゥルルルドゥドゥドゥルルドゥドゥルルル。さすがバカ大学出身。お前もあんま変わらんからさ。俺もあんま変わらん、正直。そして解説にはセルジオ・エチゴ選手じゃねえや。早く交代させた方がいい。セルジオ・エチゴさんに来てもらってます。なるほど。なんだ、一言もらいましょう。あ、今のプレーは世界的なレベルですね。おー、前半戦5分、最初にボールを持ってたんで、田澤選手からのボールでスタートしたいと思います。用意スタートって言った瞬間もつけていいの。そう、用意スタートでドライヤーをつけてください。はい、いきますよ。前半戦用意スタート。さあ、両者ドライヤーがつきます。あー、いいだもっとドライヤーが壊れたままです。さあ、攻防戦、攻撃再開が。もっと、いい勝負。
ことになりましたよ。キーパーすごい。どっちですか。今のは私が中央から投げ入れます。あ、わかりました。本気出すか。はい、またおっと、セルジオさんが何か言ってましたね。オッケーのセルジオさんが。また同じ位置からスタートさせていただきます。はいはいはい、ここからですね。はい、行きますよ。地面についたらドライつけてくださいね。はい、行きます。あ、やばい、ドライにしちゃった。あ、はい、こうだ、こうだ、こうだ。また同じ位置からスタートさせていただきます。行きます。はい、ゴールキックとなります。やった、いきます。はい、ゴールキックマジ強いな。ゴールキック強いな。ゴールキックめっちゃ強いな。あ、まあ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 、また私のスローインとなります。こっちに残せ。やばい、ずっと押されてる。支配率がやばい。いやいや、バレたよ、支配率7割取ればね、クライファー勝てるんですよ。取れ、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 はい、これピンポイントに狙っていく。あー、危ない危ない。アンド、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 アンド。すごいじゃないです、すごいじゃないです。ハンド、洋平さんのハンドとなります。今回はこちら側のチームのフリーキックとなります。やばい、よっしゃ。さっきどの辺でした？キーパー。いや、ここですね。私のスタートの合図でつけるのをフリーキックとします。はい、わかりました。いきます、スタート。危ねー。あー、今のゴールキックですね。出した出した、ゴールキックが一番強い。今の出しちゃった。ゴールキックマジ強い。もうね、パワーの差が出てんだよ、ドライヤーの。俺ちょっと守備の方がいいかもしれん。いただきます。簡単だろ、簡単だろ。あ、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 前半戦終了となります。さあ、今の試合どうでした、セルジオさん。非常に残念ですね。あー、残念でしたね。1点も入りませんでしたね。スコアレスだからね。はい、見に来てくれたお客さんには申し訳ないですね、今のところ。さあ、前半戦押され気味でしたが、大谷さんどうでしょうか。まあ、ドライヤーの差ですね。まあでもチャンスは絶対あると思うんでね。何回かチャンスあったんで、数少ないチャンスをいかにものにできるか、ここの技術の差がね、うん、後半出るかなと。そうですね。サッカーフィジカルだけで勝てるわけではないですからね。そうですね。後半戦入りたいと思います。はい、後半は逆っすね。コートチェンジとなります。それでは後半戦スタートです。で、はい、いきなり押し込んでいます。はい、今のゴールキックだね。ゴールキックです。いきます。さあ、いきなり押し込んでいますね。ゴールキックからのスタートになります。おっ、やばいやばいやばい。スローイングだと思います。今のスローイングだと思います。今のスローイングだと思います。実際審判見えていません。カメラ精一杯、カメラ精一杯です。いきます。おお、あ、イエロー出ますよ。なんで俺、はい、口答えですか。またゴールキックとなります。おっと、ボールがすごい動くようになってきましたね。あ、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 痛い、痛い、痛い、痛くない、痛くない、怪我したと思う。くそ、怪我しませんか。あ、痛い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 、私、初心とは聞いてください。体入れないですか、体入れないですか。いや、それ、もう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 、マジの話でしょ。今の話だ、今の話がずるいやん。マジの、マジの話だ。今の話が、一番おもろい、今の。もう一回、今のもう一回、今のもう一回。初心、今の、面白いからセーフにしてください。いいです、面白いのセーフにしてください。今ないですからね。待ってよ、 PK ですあれは。いいもんね、フェイム欲してもらえる。これ、これないっすね。向こうからでも OK 来た。全部主審が、主審が OK ったら OK です。主審が OK ったら OK です。じゃあ再開します。はい、さあ、さらにドライヤーの音が鳴り響きます。あーと、ゴールキックになります。素晴らしい攻防戦ですね。あ、待て待て、これ体で前なんだ。待て、体で入れます、しっかり。そういうの大事なんで。あ、これありなの。はい、これからありとなってます。やばいやばい、こっから先にですよ。はい、さあ、ヨウヘイ君が代表してきません。スタンス、やだ、またスタンス。あー、スローイングになります。あ、ちょっ
不安になってきた。ちょっとなんか、ちょっと体でいきましょうね、体でいきましょう。よりアグレッシブな試合展開にしていってください。はい、ペナルティーペナルティーで、おおロスタイム、はい、さらにここからロスタイム2分となります。よーい、始め。おっと、ここでアタッチメントをつけました。いきます、はい。おっと、おっと、押し込まれているぞ。コーナーで、このコーナーの攻防戦、コーナーの攻防戦、3点目が、イエーイ、これは決定的。そしてここに来て時間が来てしまいました。得点としましては3対0で田中陽平先生チームの勝利です。まあ今回ほぼね、タナッチがもうハットトリックくらいの活躍を見せてくれたので、僕そもそもあのこの風力が弱かったんで後ろからサポートしてて、はい、見事にタナッチがねストライカーとしての役割を決めてくれましたね。はい、第1回ドライヤーサッカー選手権大会 MVP の田澤選手です。そうですね、まあ仲間に恵まれたと思います。まあドライヤーは